こんにちは。生体ニコニコサイネードです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日ですね、質問をいただきまして、その質問に、お答えしたいと思います。どんな質問かと言いますと、私がお教えしている、セルフ生体やエクササイズ、これはマイペースでやっていけばいいですか？ということで、質問をいただきました。で、この答えからまず言いますとですね、これはマイペースでやっていただいていいです。マイペースでやっていただければ、それで OK なんですけれども、ただですね、もちろん私から見て、あなたが、もしエクササイズやセルフ整体、もう少しやった方がいいんじゃないかなと、あなたがこれぐらい良くしたいと言うんであれば、これぐらいやった方がいいんじゃないかなということは、私からは、ご提案といいますか、お伝えさせていただくわけなんですけども、実際それをあなたがどうしていくか、これはそのあなたが選ぶことですし、まあ私がそれをやらせるということでいうふうにはできないので、あなたにマイペースといいますか、あなたのできる範囲でやっていただくというのがいいわけなんですね。で、これはですね、ちょっとマイペースと聞きますと、ちょっと誤解を生みやすいので、ちょっとこの辺をですね、より深くですね、今日はお伝えしたいと思います。そうしますと、よりですね、あなたは体を改善するために、あ、こういう感じでやっていけばいいんだなってこともわかりますし、その体を改善させるってことに対して、ストレスがなくなります。で、なぜ体を改善させるのはストレスかと言いますとですね、体を良くするっていうのは、あなたにとってはすごくメリットというかいいことのように一見聞こえるんですけども、実際あなたの体を良くしようとすると、今まで通りにいかないことがあります。今までやってたことはちょっと やめなきゃいけなかったりとか、まあ、ちょっと我慢しなきゃいけない部分も出てくるかもしれないですし、今までやらなかった体操とかエクササイズをするということは、その時間にやってたことはできなくなったりするってこともありますし、改善するためにあまり無理しないようにする必要があるかもしれない。その場合は、まあ無理してと言いますか、自分ではこれやりたいと思ってやっていたことがですね、それが、ちょっとお休みする。一時的にですね、ずっとじゃなくて、その回復するまでの間、一時的にお休みしなければいけないというようなことで、生活とか、まあ、あなたの、まあ、ライフスタイルといいますか、その行動ですね。そういったところが今までとはやっぱ変わるようになりますので、そういった面で良くするということはいいことではあるんですけども、そういった、まあ、ストレスといいますか、デメリットといいますか、まあ、今までとはちょっと変わる必要がある程度出てくるわけですね。そういったところで、もちろん体操をですね、改善するためにはこの体操とかエクササイズっていうのは、体だけ見れば多い方がいいに決まってますよね。これはあなたもわかると思うんですよ。多い方がいい。これはわかってると思います。だけど、これ体にとってはいいわけです。体にとってはいいわけです。ただ、体操をですね、少ないと、どうなるかって、心ですね。心の面では少ない方がいいわけです。それはですね、誰でもですね、私でもそうですけども、人間、誰しも、できるだけ楽にですね、できるだけ楽に良くしたいという、この、まあ、欲望といいますか、そういう、気持ちっていうのは誰でもありますので、できるだけ、まあ、楽に良くしたいと。だけど、自分の体を良くするには、たくさんやった方がいい。これもわかると。なんで、このバランスですね。これは人によって、あ、私は体操たくさんやった方が逆に早くよくできるのはそっちの方がいいという人もいれば、逆にそれをたくさん体操やりすぎるのはちょっと逆にストレスという方はですね、それによって体を改善するのは遅れたりしますので、そういう方は少ない方がいいですし、このバランスはその人その人によって違うので、そういった意味でマイペースでいいということになります。ただマイペースでいいからといっても何もしないとか、それは、かえってですね、体は全く変わらないことになりますので、それは、良くないですけども、体を改善する上で、どれぐらいですね、そのエクササイズとかセルフ整体をやっていくか、これはあなたの生活にもよりますし、あなたの仕事量とか家事の量とか、
にもよりますし、その環境ですよね、置かれた、あなたの置かれた環境によってあのやり方っていうのは全然変わってきますので、一般的には一般的というか、その体操は多くなると体にとってはいいけど心にとってはちょっとストレスになる場合がありますし、体操が少ないと、まあ、心にとってはですねストレスは少ないですけども、やることは少ないんで今までと大して変わらない生活を送れるんで、そういう意味ではストレスは少ないけども体はちょっと変わりにくいということがあって、このバランスをうまく取っていくと、そういう意味でマイペースでやっていくというのがいいということですね。もちろんあの必要な場合は私からですねご提案させていただく、まあ、こうした方がいいですよということはお伝えさせていただきますけども、基本的にはマイペースっていうのが一番、まあ、あなたが改善する、まあ、確率といいますか改善する度合いが高いということが、まあ、今までいろんな人と接してきて分かってきてますので、マイペースでいかれるというのがいいと思います。ただそのマイペースがどこなのか、私はこれどこなのかということが分からない場合はですね、専門家の人に相談をして、で体を見てもらってあのやっていくというのが、まあ、一番、まあ、確実でありますので、あなたに合うですね専門家の方を探してですね、聞いてアドバイスをいただいたらいいんじゃないかと思います。ということで今日はですね、セルフ整体とか、エクササイズですね、これはマイペースでやっていけばいいんですかというご質問についてお答えしました。これはあのバランスが重要ということですね。ということで、またわからないことありましたらですね、下のところからメッセージやコメントいただければと思います。またこういったことを知りたい方はですねチャンネル登録をぜひしてください。嬉しいです。ということで、本日もご覧いただきありがとうございました。